お前が先手だ。よろしくお願いします。それではお相手の方、初段の方ですね。さあ鬼殺しやっていきましょう。鬼殺し、お、これは飛びたくなる。4四歩3人キーはやめて。お、ちょっと迷ってる。これはまだ早い石だ。あー、これは桂馬が助からんか。今歩、お、今歩突かれたらまずかったんですが、そこは、ん？これはここで角使っちゃうと、この角打ちが受けれない。そうですね、時々あるんですよね。で、飛車はもうどうぞ取ってくださいと。2二香車ダメですね。桂馬取れても金が寄ってくるんで。2分30秒。いやー、あんま意味ないか。しかもやっちゃったか、これゴロゴロ角と引けばよかった。いやー、失敗した。もう一回こじ開けに行くか。あ、桂馬助かるか。でも金上がられると、お、なんか主張が通りましたね。いや、5三ちょっとうまく攻めれるかと思ったんですが、5三に駒出されたんで、これはまあ歩打ちですね。そこの飛車まずいんじゃないですか。あ、これはいいですね。で、馬寄り。2分。田楽刺しいきますか。ちょっと馬が怖いんで。あ、でも7三か。いや、なぜかこっちの主張が通ってる。だいぶ駒得か。飛車下ろす。あ、一手詰めはまた痛恨のミス。6一飛車ですよね。叩きの歩。いや、僕ほんと一手詰め。いや、これはちょっとダメージを引かないように。いや、しかも自玉も危ない。飛車も働いてない。これは取れて、うん、おかわりが効いて、1分30秒。で、歩叩ける。あ、よくなってきたか。いや、でも飛車打たれて、これは飛車成りが入りますね。これ取れない。で、桂馬が効いてるんで、馬、あ、これ次まであるか。今度こそ、これは痛恨の5一馬。1分。いや、積んでる、積んでますね。いやー、危なかった。一手詰め逃したんですけど、最後綺麗に詰ますことができました。いや、よかったです。次はもう少し腕の立つ相手を。お前が先手だ。よろしくお願いします。それではお相手の方、初段の方ですね。さあ鬼殺しやっていきましょう。鬼殺し。いやー、5四歩試験飛車。
剣は飛べないんで、ちょっとやることがない。で端歩ついて、いやーやることないんでちょっとかっこいい。お、来た、タレフ。これ本当にタレフ結構打ってくるんですよね。77に桂馬が飛んでなかったらめちゃくちゃ痛い手なんですが、桂馬飛んでるから、まあ、なかなかここに桂が飛んでる局面で8筋にこっち歩で守らない、なんていうんですかね、桂馬飛んでる場面でこういう局面あんまりないんで、結構端歩、結構垂れ歩はまるんですよね。でこれはまあちょっと強者取っといて、できれば端攻め、いやでも端攻め遅いか、玉から遠いんで、いやこれは歩で支えて、まさかズバッと切ってくる。この歩突き、どうでしょう、9-1、いやもうちょっとこう線、あえあ危な、今飛車成り見落としたかと思ったんですが、角成りにしたんでいいですね。あーしまった、これ普通に見落としてました。いやむしろ飛車取ってほしい、むしろ飛車取ってほしい。いや絶対取らないですよね、取らない。いやーそっちの方がきついですよね、きつ2分、一気になんかまずくなってるような気しますね。やばい、勝ち筋が見えない。飛車浮き、やばい、もう飛車はしょうがない。これはあ取ってくれた。いやーでもそれもきつい、一応逃げ道だけ確保して、いや耐えれないですねこれは、さすがに。いやー1分30秒、いつの間にか敗勢ぐらいまでいってるか、やることがない。この間に攻めるか、あー5-3、歩ちょっと5-3歩、いやこれはもう行きましょう、もう攻め合い。おこれはなんかちょっと良くなったような、と金なくなったのちょっともったいないか、しかも88の馬がめちゃくちゃいいとこにいるじゃないですか。1分、これは気をつけないといけないですよ、相手の持ち駒が多すぎて怖すぎる。いや相手でも、いやでも守りに、こっちは守りにもう駒使えないんで、
はこっち。お、どうですか。いや、これ時間も買ってるし、しかもお相手斜め駒ないんでこっちは詰まなそう。飛車なりですよね、ここは当然。30秒。銀打ち、20秒。やばい、竜打って、で竜打ってこれで罪ですね。いや、最後見事じゃ。ギリギリ詰ますことができました。よかったです。ありがとうございました。